はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にお過ごしでしょうか。だいぶ春めいてきた、まあ暖かい、ね、日差しが、まあちらほらと、まあ、続いておりますけども、皆さんどんな、ね、日常を送ってらっしゃるんでしょうかね。もう自宅でお仕事とかね、学校が休みというご家庭も多いんじゃないかなと思うんですが、あまり無理せずですね、まあコツコツと仕事をやっていってください。で、子供がね、学校休みではしゃいでもあまりね、お父さんお母さんもね、イライラしないように、というような、なんかね、近所の子供が騒いでいてお母さんが叱ってんのを見てると、なんとなく世の中がギスギスしてるなと思って寂しく感じております。はい、まあ今日もですね、いろいろなオカルトの話をしていきたいですけども、まあそろそろアトラスラジオも6万人が見えてきたということで、身内を解禁してもいいということでですね、今まではあの所属の人間で出たというのはですね、アーリンさんと鳴海月か村信行、まあ、どっちかというと、まあね、スピリチュアル舞台、不思議舞台の人が出てた感じがありますけども、6万人が近くなってきたということで、まあ、中澤武史が出ましてですね、で、まあ、いずれ早瀬君と岸本君と吉野夢野君を出そうと。で、ああそうそう、スピリチュアル舞台じゃないのになぜか保坂が先に出てるんですね。あのそれでなんで保坂なんだと、まあ、穂積ですけどね、そういう意見もあったんですが、今日は吉野夢野君に来てもらってます。はい、どうもよろしくお願いいたします。吉野夢野です。小坂に先を越されたのが悔しい。越されたっていう基準でもなくないですかこれ。別に、ね、僕いつもいますしね、ここに。うん、でまあ小坂はなんか切々とって訴えてきましたよ。自分自身がいかに生活が厳しいか、そういう話したんですか。すいません、僕その子は聞いてない。同時に売り歩かないと僕は、ね、うん、借金も返せないし、うん、ね、貯金もできないし、うん、親にお金を渡すこともできないと、うん、ちょっと社長、ちょっと俺の同人誌の宣伝やってくれよって言われて、まあお前はそんな悩んでたらしょうがないなと、まあ、僕も今回栃木の怖い話の宣伝に来たんですけどね。まだ売るっていう、まあ冗談ですけれども、まだ売るんだ。もうあれはどれぐらい売れたの。あ、どんくらいだろう。増刷で3000ぐらいですかね。あと今電子書籍が結構売れていて、うん、この間もう1年くらい経つのに3位になってました。3位になってた。なんか民族学文なんとかってやつ、まあ24時間になるやつなんで本当にパッと消えちゃうようなランキングなんですかね。誰かが 2,3 人が買ったら上がるんでしょうね。まあそんな感じかもしれないですね。ねえ、なんか10冊買うと上がるとか1位になれるか。いや、 2,3 人で 3位はないんじゃないかな。10冊だろ。まあまあそうかもしれないですけど、でも24時間以内でそのくらい買ってくれる人が、ね、いたんだったら嬉しいですよ、うん、本当に。まあ熱狂的な信者が何回も買ってそんなことない。そうでしょ、カルト化してるからね。いや、そんなことないですよ。ゆめろうファンの熱狂ぶりは、うんうん、で、今日は今日は石の話をまず聞こうかな。あ、石ですか。そのすいません、ちょっとその前に、お前誰だよっていう人も結構多いと思うんですよ。吉野ゆめろうってなんでタートルカンパニーいるんだよ。ちょこちょこうろうろしてるけど、ルーツとなったちょっと僕のちっちゃい時の話を、うん、まあ、先生はちょっと何回も聞いてるかもしれないんですけれども、はいはい、まあ、僕は4歳くらいの時の話なんですが、うん、なんかまあ夜中に目が覚めてなんか泣きやめちゃうってことがよくあったんですよ、うん、まあ、それだけだったらよくあるじゃないですか、うん、夜泣きとか夜狂症って言って、夜狂症って夜に驚く病気、うん、夜狂症ってあるんですけれども、かなって親も思ってたみたいなんですが、うん、まあ、すごい暴れ方するみたいなんですよね。で、ある日もうわーってなっちゃって、うん、暴れて、で親がなだめに来て、うん、ほっぺた叩かれながら夢ろってこう意識返そうとしたら、うん、親にガッてつかみかかって、うん、俺の位牌持ってこい。それが一番最初だった。そうなんですよ、うん、声色もすごい変わっちゃってて、がなり声で一人称も俺になっちゃってて、自分は覚えてないでしょ、どうする。なんかうっすらは覚えてるんですけど、めちゃくちゃ苦しくて、うん、とにかく怖かったっていうことだけ覚えてる。何歳だったっけ。4歳です。4歳で、母親と父親はえらく驚いたと。ええ、なんだこの子はと思って。でそこから僕はお寺に連れて行かれて、うん、なんか読経を受けたりとか、なんか頭になんか乗せられて読経を受けたりとか、うん、で僕自身もすごいもう全部お経を覚えろってことになって、うん、でその時以来もずっと持ってるお数珠もありまして、いまだにそれもちょっと使ってるんですけれども、うん、それでだいぶそれは治ったの。あ、それがその後もまあ人生の中でまあ何回かあって、うんうん、まあ、結構ひどかったのが、
合計で3回ぐらいありましたかね、うん、夜中に起きる、ガバッと起きて、なんか毎回パターンはちょっと違うんですよ、うん、だけどとにかくまあ異常な状態になっちゃうことはありましたね。そういう別人になっちゃうっていう、寝てる間に何かに入り込まれちゃう、もしくはな、何なんだろうなあれは、乗っ取られてんだろうな、うん、肉体を。そうでしょうね、憑依体質とか、うん、まあでこういう憑依体質の人の共通点で面白いのが、うん、エンパス体質なんですよ、うん、どういうこと。なんか他人の気持ちが分かっちゃう、うん、でしかも夢の中で他人になってる夢が多い、うん、そうなんだ。あの他人の気持ちが分かるってどの程度分かるの？他人が考えてることも気持ちっていうよりか、こう汲み取るというよりかは、うん、伝わってくる。あ、この人すごい楽しそうっていう、まあそれはね、見た目で分かっちゃうことなんですけれども、うん、そういう気持ちがすごい自分の中に入ってきて、自分のことであるかのように嬉しくなっちゃったりだとか、うん、じゃあ他人が悲しんでるとものすごく悲しくなる人っているじゃない。そうですよ、そうです。だから僕涙もろいんですよ、すごく。人が泣いてると自分も泣きたくなる。そうですね、もらい泣きも多いですけれども、人が怒ってると怒りたくなる。そこまで、それはまあどちらかというと眺めようとする方に働くんですが、うん、でこれツイッターでもね、僕なんか統計ちょっと取ってみたことがあるんですよ、うん、ツイッターで、うんうん、まあこういう体質の人って他人の気持ち分かりやすくないですかっていうの、うん、憑依体質とエンパス体質っていうのが共通してるんじゃないかと思って、うん、結構意外とアトラスラジオ聞いてるリスナーにも多いんじゃない。あ、そうですね、多いかもしれないですね。霊感強い人多いからね、うん、あるいは霊的なものに興味がある人って人は、うんうん、なんかこう人の気持ちとまあシンクロしちゃうというか、うんうん、同調しちゃう人ってのはいると思うんだよね、うん、なんか他人の人生を覗き見てるかのような夢を見ちゃうときは、うん、全く全然他人の気持ちとシンクロしないな。あ、そうなんですか。常に自分の気持ちだから。俺が一番病って中澤先生言ってたからね、みんな。一番病じゃない。俺の一番病じゃないから。あ、そうなんですか。俺が一番だから。一番病じゃない、俺が一番だ、重症だ。だってそう思ってないとプロってやってない、ね、でも本当そうだと思いますよ。だってさんまさんが、うん、明石家さんまさんがね、うんうん、自分のテレビ見て、うん、おもろいなとか言うやん。そうですね、だって自分の、ね、出た番組何回も見るみたいですからね、うん、そうそう。で俺もね、こうオカルトコアフが見るだろ、うんうん、中澤の場面とか飛ばしたりするんで、自分のとこ見て、うん、面白いなこの人、 俺かと思う。同じこと言ってる人がのドニー・イエンっていう方、わかります？カンフー。あ、知らない。香港 の、まあ、あの役者さん、役者さんなんですけれども、スターウォーズとかにも最近出てる人なんですけれども、この人、まあ、ブルース・リーのファンで、そこから、まあ、カンフー俳優としてすごいのし上がった人なんですけども、俺のファンは、一番のファンは俺だって言ってる。ああ、その人も自分が好きでしょ。自分の演技シーンを見て、うん、俺の演技一番上手くないって感じか、うん、でもそういう人ほどやっぱ自分のこと高められるんでしょうね。いや、だからね、うん、あのプロ作家とか、うん、プロの芸人さんとかね、うん、プロフェッショナルっていう人はやっぱりそういう、やっぱり自分が出す商品に自信があって、うん、いや自分が一番面白いっしょとかね、うん、いやいや自分がやってるアトラスラジオ最高に面白いと思うよって、うん、思える人じゃないとやっぱりやってられない。それがモチベーションですからね、うんうん、でも話は、あ、ごめんなさい、戻るね。じゃあ話は、じゃあ憑依とかそっちの方にちょっとオカルトにまた戻ろうと思うんですけれども、うん、まあ、そういうところからなんかこう、うん、触るものにもすごい敏感になってきたんですよね。触るもの、うん、何かしら。サイコメトラ。あ、ちょっと近いのかもしれないです。だって僕、ね、あの、うんうん、古物屋さんに行って、うん、古いコースターとか持つと笑い声とか聞こえてくることがあって、うん、あ、もうそれ病院に行った方がいいかもしれないですけどね。でもこの感覚面白いなと思って、うん、いっぱい買ってみておでこに乗せてみたりとか。機能性なんじゃないの？かもしれないですよ。それはもちろんその可能性も考えてます。僕はあの0か100とは言わないんで、絶対に角度で考えるので。 100% ってないからね。ないです。だから自分で検証するしかないんですよ。でそれでまあ僕古物とかすごい好きだし、そのパワーストーンってやつも、うん、いや僕結構石好きとして有名なんですが、その信じてないんですよ 100%。 全然信じてないですよ、むしろ。だから品物をいじるだけで、うんうん、例えばこの俺の持ってる人工知能、はいはい、こいつはどう思う？触って、まあ、滑らかだなとしか思わないですけど。感じてないじゃん。今ね、これ話しながらだと難しいんですよ、そういうのが。あ、そうなんだ、はいはい、その集中して物を触ると分かる。あとその新品のなんか製品とかは正直何も分かんないですよね、うん、割と古い方がいいの？古い方が分かるっていうか、何か感じますよね。骨董屋に行って古い、ね、うん、例えば文献とか、はいはい、掛け軸とか、まあ壺でもいいよ。そうそうです、ね、それを見てこう触ってると、なんか前持ってた人の気持ちとか分かるわけ？まあそれは言い切れないので何とも言えないんですけれども、うん、何度もその触ってはやっぱり感じるよなって思ったり、うん、で瞑想に使ってみたりだとか、
でそのらへんダイレクトに分かりやすいのがやっぱり石なんですよ。石が、うん、水晶だとはやっぱこの感じだよなとか、フローライトだとあこの優しい感じとか、結局表裏体質から他人の気持ちが分かるようになって、うん、さらに品物とかに残ってる残留思念が読めるようになったってことかもしれないっていうところなんですけどね、まだ。でそのまあ一本化して考えるんだとしたら、それやっぱ気なんですよ、うん、まあ物質は全ての気をまとってるっていうからね。そうそうですね。で石に凝ったのはいつなの？まあこれがね、実はそんなに昔からではなくて、ね、ちっちゃい頃から好きではあったんだけれども、本格的に集め始めたのが、4年ぐらい前ですかね。4年前。はい。うん、何がきっかけだった？まあ、2つありまして、うん、実家に帰った時にあのヘマタイトっていうあの金属のやつが、うんうん、まあ昔お土産屋さんかどうかでなんかかっこいいなっていうだけで買ったやつがあって、うん、なんとなくそれあのおでこに乗っけて瞑想してみたんですよ。瞑想はまあ、ね、うん、昔からやってたんですけれども、うんうん、そしたらやっぱり感じるもの全然違うんですよね。わこれ面白い感覚だなと思って、その時にやっぱ石とかそういう力ってなんかあるのかもしれないなって、そこからうすら思い始めて、うん、でパワーストーンっていろんな効果歌われてるじゃないですか、うんうん、この効果は誰が決めたんだろうと思って、いろいろあるよね。まあまあそうですね、まあ、ビジネス的にねそれつけられた可能性っていうのもいっぱいあると思うんですけれども、病気が良くなるとか金運がアップするとかさ、うんうん、そうそう金運とか一番さんくさくて正直なところ、あれどうなの、あれは何か誰かが経験則で物言ってんの？まあ、その可能性ありますし、あと古来から言われてる場合もあって、あれは何、古代人が言ってることをそのまま現代に訳して言ってるだけかね。そういうパターンもあって、一番なんか面白いのがモルダバイトっていう、モルダバイト、はい、隕石と、まあ、まあ地球に小惑星が落ちてきて、うん、その衝撃でできたガラスなんですよ。それはどんな効能があるの？霊感を高めるっていうのは言われていて、おで昔からそのなんだろう、結婚した際 その贈り物だとかに使われてきて、うん、でそれが隕石が由来のガラスだってことが分かったのがつい最近なんですよ。おで緑色のなんかまあガラスなんですけれども、うん、要はダイヤとかその金ほど目立つような宝石じゃないにもかかわらず、うん、昔からそのシャーマンが使ったりだとか、うん、すごいありがたがられたんですよね。それはやはりシャーマンの間でこれをやってると集中できるとか、そう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 、なんかねこう霊視能力が高まるとか、うんうん、そういうことが言われていたから、そういうふうに超予報されてきたと。そうそうです。じゃあ現代人が勝手につけた効能ではないんだね。ではないですね。あのアーサー王の伝説っていうのもあるじゃないですか。あれでもアーサー王もさ、モルダバイトってものを肌身離さずつけてたっていう話も、うん、パワーストーンっていうのはさ、うん、はい、何種類ぐらいあるの？いやもうこれ数えきれないですよ。石の種類だけさあるんじゃないの？もうだいぶ僕は集めましたけれども、それでも全然知らない石が出てきたりちゃったりとかするますし、100、200、僕が持ってるのはもう300以上じゃないかな。300種類もあるの？去年だけでだって買ったのが100個以上でしたね。100個から以降もう数えてなかったぐらい買っちゃったんで。え、種類でいうといくつよ持ってる数ですか？うん、多分300ぐらいじゃないかな。300、それでもまだまだ新しいのが出てくるの？まあ、あどうだろう、かぶってるのもいっぱいあるからな。でもやっぱり見てると知らないのがあったりしますね、たまに。なんだこの石とか。いや日本に入ってこないのがあるんですよ、流通的に。海外でしか出土しないとか。いやあの向こうのコレクターが手放さないぐらいレアなやつとかですかね。じゃあ作っちゃえばいいんじゃないの？作るだから日本にしかないすげえダサい石があるじゃん、ね、超ダセーや、これかっかりビジネスパワーストーンじゃないですかそれダサい石をさ、ダサい石を見つけてきてさ、うん、これが我が国が誇る侍が使ってたストーンだって言って、うん、言ったら外人喜んでる感じ。それは先生がまあ好きにおやりになればいいんじゃないですか。スピサギやるんですかこれ。スピサギと言われる。あでもね、でもそういうもんなんじゃないの？いやその可能性ありますよ、やっぱり需要がすごくありますし、作られてる可能性はありますよ、それは。なんか誰かが言い始めたんでしょ最初。そうですね。でちょっと気になるのが、うん、隕石のパワーってどれくらいその、うん、あ隕石っていう、まあ、パワーストーンとしてすごくなんか効力が高いって言われていて、うん、まあ、これも僕買ってみたものなんですけれども、うんうん、まあ、実はこれあの隕石を買ってすぐになんかテレビ局から出演してくれませんかって話が来て、ゲーム会社からもうちで働いてくれませんかって来て、変なアメバの変な、変なとか言わないでください変な番組でしょ、おたこいっていうね、うん、普通に一般人で僕あれタレント活動なんて一切してない身分の時に、経費持ってもこれもらえなかった。もらえなかったです。ギャラ、ね、ノーギャラですよ。ね、うん、それどころかデート代自腹のデート番組でしょ。そう、デートの時のプレゼントとか自分自腹で。好きでもない女の子のデート代を自腹、うん、あんまりひどくやらないでください。自腹切って、う
ほんでなあ、ただギャラも出ないでテレビに出て、うん、そうですよそうですよ、あれひどいよな、ひどいっすね、てめえでデートしろとか言って、うん、なんでこの女とデートしなきゃいけないって言ってたよないやそこまでちょっとこれそこまでは思ってないですよ、これカットすんなよ、え本当の話いやだって僕本当にそんなこと言ってないですもん、先生が結構そうやってさ盛るのやめてくださいよそうなの、悪い方向で盛らないでください、だって好きじゃなかった女の子と行かないといけないんでしょ、まあね、初対面の知らない、よく知らない人でしょ、うん、そうそう、あのオカルトオタク同士の合コンっていうテーマでやった、まあ、今ではいい友達になってるけど、そうですそうですね、何だか どこの誰だか分かんないやつといきなり会ってデートしろと、まあ合コンってそういうもんじゃないですか、で自腹で金払う、まあ、それはちょっと不服でしたけどね、ほんでテレビのネタにされてギャラに出ないと、はい、そうですね、それ隕石の効果ないよでもその直後ぐらいにビンタロー先生のイベント行ってみようと思って行って、うん、で僕のこういう体験とかちょっと話してみたら興味持ってくださって、うん、あそうそう、俺そのオタコに騙された話が一番面白かで帰って先生が検索したらオタコにした僕を見てくださって、うん、あこいつなんか絵描きなのに結構こうおしゃべりもできるんだっていう風に見てくださって、うん、で次に、お会いした時にタートルカンパニー入んないかっていう風に、そうだね、うん、だからいい、もう隕石はそうですね、でもね隕石ってよくやるじゃん、うん、テレビ番組で、はいはい、探偵ナイトスクープとか、なんだこれミステリーとか、であれ見てるともうイライラするんだ俺、うん、いつもこれが寺に伝わる謎の隕石だとか出てくるじゃん、はいはい、でこれが江戸時代屋根を突き破って落ちてきたと、うん、で調べるとさ、うん、あこれのパーセンテージが足りませんから隕石とは言えませんって、あでいつもいつも隕石じゃないからね、あそうなんですか、隕石であった試してね10回ぐらい俺見たけど、うんうん、確か1回あったかなかったぐらい、まあねなんだっけな、鉄鉱石ってのがあって、うん、それってのが隕石とそっくりなんですよ、それは何、上から落ちてきても天から落ちてきても、いや上から落ちてきたってその流通過程でその確証ないじゃないですか、買うという段階だと、いやいや落下したのは実際に落下してきたものはたくさんあるし、うん、一応僕もその証明書付きのやつを持ってるし、うん、一番分かりやすいのがパラサイト隕石ってやつで、うん、観覧石とあと鉄、うん、あとニッケルの、まあ、合金が、ぐちゃぐちゃに混ざったやつがあるんですよ、いくらぐらいするの隕石、これは、まあ、僕持ってるやつだと10万ぐらいだったかな、高いな、ブレスレットだと、まあ、うん十万ってやつなんですけど、それ買ったの、買いました、でそれが、いや単なるあれは偽物ってありえないですね、パワーストーンとかさ、うん、石で10万っていうまあそれで例えば運気が上がるんだったらいいけどさ、うん、上がったの本当に、上がったと思います、ただ僕隕石買う目的が別に運気高めるだけじゃなくて検証したいっていうことと、うん、あと鉱物的に僕好きなのでそういうものって、うん、鉱物的に、うん、まあ楽しい、男は好きなんだよな、ああいう石とかああいうの並びで、女性の方が好きな人多いですよ、あまあパワーストーンは加工したパワーストーンを持ってるのは女性が多いけど、うんうん、男は鉱物とか並べるの好きじゃん、まあコレクション欲は男の方が強いかな、ねえ、うん、単に物質として鉱物として見るんだったらこの成分はこれでとか、うんうん、ここで出土してってこういう化石とか石を並べるのは好きなの男さ、まあ、かもしれないですね、でファッションとしてパワーストーンつけるのは女性が多いよね、うん、かもしれないですね、ただ瞑想にパワーストーン使うって女性は結構多いですよやっぱり、あそうなの、うん、でやっぱりなんか瞑想何が一番いいのパワーストーン、あー何が、まあフローライトかな、でもたまに、うん、あこれが面白いのが瞑想にすごく集中できる石、うん、あとその触ってて気持ちいい石っていうのが全部毒なんですよ、あそうか、マラカイトとか、うん、まあ毒だし、あとなんだゲーサイト、新鉄鋼ってやつがあるんですけど、うん、これ もう見るからに毒々しいんですけど、触ってるとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ、それ毒っていうのは飲むと毒なの、そうですね、要はうん、マラカイトってすごい真緑な感じなんですけども、昔染料にも使われていて、うん、毒の石ほどパワーストーンほど触るときちょっと気持ちいい、そうなんですよ、そういう共通点がちょっとあって面白いなと思ってるんですよ、だから人間は毒例えばね、うん、魔女とか悪魔に惹かれるっていうのは、はいはい、毒の悪の魅力とか毒の魅力ってあると思うんだよ、まあまあそうですね、うん、なんとなく心が惹かれるっていうのはさ、うん、でもさ例えば女性とかだったらな人間関係うまくいくとかさ、はいはい、恋が叶うとかそういうのは何がいいの、うん、あれはねなんだっけな、うん、ロードクロサイト、ロードクロサイトって初めて来た、あ本当ですか、うん、なんだそれ、まあ、ピンク色の石なんですよ、まあ、ピンク色の石って大体まあ、うん、恋愛っぽいものを連想させるじゃないですか、
え、それって何？石の効力、パワーから連想したやつじゃなくて、色から連想した効能じゃないかなって僕は推測してますね。要は売る側は分かりやすい商品の方がいいと思ってるので、じゃあこれピンクだからこれ恋愛でいくかなんて50年ぐらい前アメリカ人が考えたとかそういうことじゃないのかもしれない。もともとはじゃないかなって僕ちょっと思ってますね、正直なところ。あ、またつけてて可愛いしあのラピスってあったじゃん、ラピスラズリー、うん、うん、なんかラピスをつけたら こんなね、私にも彼氏がとかよく雑誌の後ろに書いてある。あと霊感高めるとも言われていて、なんか割といろんな効力が高い。古代エジプトではラピスを使ってて、うん、なんか女王がつけていたとか書いてて、うん、この広告嘘くせえなと思ってた、ね、まあ多かったですね、確かにラピスラズリの広告あれで。それでなんか恋人ができたなんて言ってる女の子がいたけどさ、うんうん、俺の同級生とかで、うんうん、本当かなと思って。でも女の同級生の女の子見て、高校時代とか見ててさ、うん、ラピスしてるやつはさ、うん、男欲しいんだべと思っちゃうのよ。まあまあそうですね、うん、あ、この子彼氏ないんだ、彼氏欲しいんだと思ったら男の子からアプローチかけるじゃん、うんうん、ね、それはできるわ。私は彼氏はいませんってラピスをつけて、うん、張り紙つけて歩いてるようなもんだから。そうですね、出会いがいきなり舞い込んでって、うん、当たり前だよって、私は恋人いません、彼氏になってくださいって張って歩いてるようなもんだからまあ別に全員が全員そうじゃないですけどね。俺はそう思った。おしゃれでつけてる人だっていますから。おしゃれだった、ラピスのデザイン。どうでしょう、まあ僕はちっちゃいなんかペンダントとかあったら、でも昭和の今ラピスつけると今おしゃれかもしれないな、逆に。どうですかね、あのでっかいやつですね、うん、ダサくていいかもしれないな。どうでしょうねもう夢のつけて歩いたらギャーって言われるかもしれない。そういうのは嫌なんで、ね、ラピスつけてるとか。まあ、恋愛とかはね、まあ、正直そういう部分があるんですけれども、うん、まあ、その瞑想に使えるってところ結構面白いなと思ってよく使ってるんですが、ここからちょっと若返り的な話したいと思うんですけれども。若返りの話、はい、うん、僕瞑想、すごい深い瞑想に入ると、うん、なんかね、宇宙の始まりみたいなの見ちゃう時があるんですよ、うん、まあ、これ僕の所感で宇宙の始まりって表現しちゃってるんですけれども、うん、なんか暗いところで光がふわーってできて、うん、なんか爆発して星が生まれていくようなものが見える時があるんですよ、うん、星が生まれるのが見えるってどういうことよ。いや、なんかどんどん物質ができていくようなのが夢ともまた違う感じで見えるんですよ、うん、その状態になって映画みたいな感じで見える。そうです、そうです、うん、でそうなると自分の性別と年齢とかも全部忘れちゃうんですよね、うんうん、で目が覚めて意識が戻って、うん、はっと気づいた時も、うん、自分の名前とか年齢とか性別も10秒間ぐらい思い出せない時があるんです。名前も分かんない、どこの何部か分からないの。分かんないです。あれ、ほんでここどこだろうってなるの。そうなんですよ。で僕の部屋って骨格模型を置いてあるんですけれども、うんうん、それに真っ先に目が行って、うん、こんにちはとか言うの。いえ、うわ、なんか実験室に僕閉じ込められてるぞ、どこだここってなっちゃったんです。だいぶ病んでるな、だいぶ病んでる。でも そんな状態にならないよ。ああ、そうだそうだ、僕は吉野夢郎だ、男だ、そうそう、今30何歳生きてるんだって。やっと思い出す、10秒から。それそんくらいになったのがね、実は神奈川に住んでる頃で36歳ぐらいだったかな。それ20代の頃はなかったの。30代になったからそういうこと。30代になってからより深い瞑想ができるようになりましたね。俺も時々あるけどね、寝て起きて、うん、あれここどこだったっけと思う時は。あ、まあ先生は移動とかも多いですからね。なんか地方のホテルでガーガー寝てて、うんうん、パッと起きて、うんうん、あれここ大阪名古屋どこだったっけと思う時あるけど、まあそれ忙しい人あるあるじゃないですか、うん、まあ、それとは違いますよ。それとは違う、うん、だって僕そんなに移動ないですからね。ああ、うん、そうか。まあそういうところでちょっと面白いのが、僕って割とその中性的に見られるじゃないですか、うん、中性なんでしょ。まあ自分でもそんな風にしてるんですけれど、おうおう、まあ昔からね、その女装とかもしてきちゃったりして、うん、もうここで男のアトラスラジオのリスナーがザーッと引いて、うん、いやいや、写真でむしろ今出してるんでファンがつくかもしれない。まあ、女性ファンは興味を持ってくれるかもしれないけどね。でその瞑想の時に、まあ、寝る時もそうなんですけれども、うん、人ってその、うん、体の中で何かがやっぱり起きてると思っていて、うん、その修復、細胞の修復だとか、うん、そういうところにも関わってんじゃないかなと思っていて、うん、年齢を忘れてしまうってことと性別を忘れてしまうってところが、うん、すごくなんか関係してんじゃないかなって思ってるんですよ、自分に。年齢を忘れると性別を忘れるがイコールどういうこと？あ、イコールではなくて、うん、瞑想の中で、うん、まあ、年齢と性別を忘れてしまうから、うん、もう体が何だろう、
僕逆説的に言うと、うん、みんな思い込みも含まれてて、なんかその老けていってるんじゃないかな、うん、この年になったらこういう風になるだろう、あこの年だったらしょうがないだろうってみんな結構思ってるから、うん、体がどんどん許しちゃってる、うん、もう40になったからもう腰が痛くてしょうがないよしょうがないなと、そう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 、そう思うのがダメ、そう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 、で45になったらもう白髪増えてきたらしょうがねえなと。45って白髪、まあでも人によってあるか、結構あるよ平山くんとか。ああそう、43ぐらいで。中田先生もそうだ、最近白髪、白髪多いな、うん、俺白髪ないんだよ。あそうですね、俺はもうヘッドスパとかよくやってるから。もみあげだけ先生白髪ある。あもみあげちょこちょこってあるよね。僕眉毛だけ出るんですよね白髪ここ、うん、俺胸肩陣白髪って言うんだ。ここだけもみあげだけ白髪混じる。うん、分かんない、分かんないです、分かんないのか。また若いこぶってるだろう。分かんない、そんなんじゃない、39歳、本当に知らないです。そうか、ま、先生眉毛だけモナリザだなと思ってますけど。眉毛薄いんだよ、うん、眉毛ねこれで、まあ、とにかく、まあ、その瞑想の中で若返られてんじゃないかなって僕はすごく思っているし、えじゃあ何、毎晩瞑想をやることによって若さを保っている。毎晩じゃないんですけどね、他にもカラーブリージングっていうのをやってますし、これ僕よく。カラーブリージング、うん、カラーブリージングってどうやるの。まあカラーブリージングの原理から説明すると、人って物を見る、うん、まあ、色を見るとその色の影響をすごく受けるんですよ、うん、脳内物質がどうしても出ちゃう。例えば赤を見るとアドレナリンが出るから、うん、ちょっと興奮気味になる、うん、青を見ると気が静まるんですよ。青は落ち着くっていうね、はい、ブルーライトの街にしたら、街灯したら犯罪が減ったとか言うの、ね、そう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 、自殺も減るとかって言われたりしてて、うん、でこれっていうのが人の脳内物質とホルモンなんですよ。だから赤いパンツを履くと60になっても元気、そう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 、そういう原理で言うと、うん、濃いピンクを見ると、うん、あの成長ホルモンが出る。成長ホルモン、あ成長ホルモンじゃない、成長ホルモンが出るのはごめんなさい、黄緑色だった、うんうん、ピンクを見るととにかくその、うん、体の細胞を修復する、うん、まあ、ホルモンとかがすごく活性化する。林家ペーパーはじゃあピンクを着てるから若いんだよ。いや、ま、言いづらいんですけど、実はあの慢性的に日常的にピンクを着てる人はピンクだと良くないと思っていて、なぜかっていうと、あの人の体って何か異常、あこれちょっと多すぎないっていうものを感知すると、何でもそうなんですけれども、うん、元に戻そうとする性質があるんですよ。じゃあ時々ピンクを着た方がいいってこと。時々っていうか僕の理論だと寝る前、寝る前、寝る前にピンクのカラーブリーチングをすると、寝てる時に体の修復っていうのがされるものですから、うん、から何ピンクを瞑想中にピンクを浮かべるってこと。そうですそうです、ただそれだけ。ピンクを体の中に取り込んで吸い込んで、うんうん、で自分の血流とか、まあ、酸素とかの中にピンクが混ざってるっていうふうに想像するだけで、よくプラシーボ効果っていうじゃないですか、うん、ピンクじゃないといけないの、若く保つためには、まあ、ピンクが一番とは言われていて、うん、ただその人によって好みだとか、うん、あの個人的なその後天的な、うん、後天的に得た色絵のイメージって人それぞれ違うと思うので、うん、ピンクプラスあと自分の好きな若草色を混ぜるだとか風景とか、こうイメージでこう、そうですね、あとその、うん、ピンクならピンクでもそのいろんなピンクあるじゃないですか、うん、ちょっとまあ、ショッキングピンク的なやつとか、うん、淡いピンクとか、あと物ですよね、花とか、うん、水晶だとか、林家ペーパーそうと、ね、林家ペーコさんとかパーコさんで、あと夢ローとデートしたピンクさんな、えピンクさんとか、あ、まあ、それが若返りにつながるかどうかわからないんですけれどもそう想像するのかな、うん、人によってね。でそれで体にこう入れていくと、うん、若くなる、若くなる、あと健康にもいい。だからなんかそういうことに気づき始めるご老人の方が花とか好きになるのかなってちょっと思ってるんですよ、うん、色の良さというか。老人がよくね、あの喋ってるよね、うんうん、昔も、もう今から20年ぐらい前、老人がやたらとまだガラケー時代ね、うんうん、花を取ってるの見ててさ、あそうです、ね、なんで老人おばあちゃんとかね、うん、おじいちゃんでも桜の木を花をやたら取ってるとかさ、うまいんだよその写真が。そうですね、やたら花を取るな老人はと思って、うんうん、何なんだろうって思っちゃったんだけど、うん、あれは本能的に花の色をこう取り入れようとしてるんだかもしれないですね、うんうん、でやっぱご老人になるとその木ってものにも敏感になってると思っていて、うん、このカラーブリージングで得ているその効果っていうのもやっぱり木だと思うんですよ。心で思っているもの、うん、イメージとして捉えたものが体に反映される。これって元気とか病気と一緒だと思うんですよね。
今の60代ってすごい若いじゃん。そうですかね。今の60代、昔の60、俺が子供の頃の50代って、うん、だって俺磯野波、確かにそうだ、磯野波平と俺同い年だよ。そうですね。あれ見える波平さんと俺の頃座ってた、まあ、違うでしょ。現代の53歳、松尾さん確か27歳とかだっけ。あの人は29かそこだね。そうですよね。30になったかなったかない、うん、サザエさんも20代後半だからね、うんうん、あんな中澤の方が年上なんだよ、松尾さんより、うん、おかしいでしょ。だからあの水戸戦直後の日本って、うん、やっぱ50代ってもうつるっぱげで髪の毛一本しかなくて、うんうん、でなんかあんな着物着て落ち着いた おじちゃんになってるわけよ、うんうん、だからここ50、60、70年か、うん、で結構日本人でだいぶ若返ったよね。だから60代だけじゃないですよ、やっぱ20代30代もじゃないですか。だって昔の全体的にな、うん、特撮とかのね、僕が見てた頃の戦隊もののその主人公とかってやっぱりおじさんだったんですよ。おでも、ね、よく調べてみると、あ20代あったんだとか30代あったんだ、ね、結構20代で結構渋い演技やってたりするからね、うん、だから僕の中だと特撮っておっさんが活躍するものだと思ってたのに、うん、最近だともうイケメンがね、うん、活躍してて、ね、でもそんなに年齢はめちゃくちゃ下げてるわけでもない。昭和の特撮でも20代の若手のバリバリの俳優が使われてたんだよね、うん、で今当時見ると結構大人に見えたんだよね、うん、でこれっていうのももしかしたらその思い込みかもしれないです。もう夢ロもあと2年で、うん、バカボンのパパゲートをくぐることだね。えバカボンのパパが41歳だから。ああそうなんですか。へえ。あれが41歳昭和の。あそうあれ41歳か。そっか俺が、うん、小学生の頃41歳のおじさんってあんな感じだった。あ植木職人とか、うんうん、41歳の春だからね、うん、だから今年30でしょ、うん、あと2年後、うん、もう天才バカボンのパパルート、あーパパゲートをくぐる。なるほどでだからいかにねやっぱりその現代人がいろんなものを取り入れて、うんうん、どんどん若返ってるんだよね、うん、で食べ物が良くなったとも、まあ、これが一番分かりやすくて、うん、そうだねかもしれないですけど、うん、あのやっぱりその指標になってるその芸能人とかもどんどん若くなってってるじゃないですか、うん、だからこれくらい若くていいんだって、うん、あこの年齢になってもこの若さでいいんだっていうイメージが実は若さってものを作り上げてる可能性もある、うん、俺がだって大学生の時のグラビアアイドルが25歳は定年だったよ、うん、あ今30ぐらいでも平気でグラビアアイドルやってる人いるでしょ、うんうん、ねもう時代が変わったよねあらゆるものの。僕はグラビアの歴史ちょっと分かんないですけどね。グラビアもそうだし、うんあのプロレスラーも40過ぎ半ばぐらいになったらもうそろそろやばいかなって感じだったんだけど、うん、だって藤浪さんって60代でバリバリやってるもんね。うんもうみんながね、うん、あの人間がみんなこう年齢を忘れるようになってきたよ、うん、いい意味で不老不死になってる。あ、そうですね、そうですね。でこれを突き詰められるのがやっぱ瞑想だと思うんで、うん、皆さんもねぜひちょっと瞑想で若返ってみてはいかがでしょうかっていうのを今日はちょっと歌いに来たんですよ、うんマンモス菌の方がいいんじゃない。マンモス菌マンモス菌どうですかその後マンモス菌。マンモス菌いや別に普通に毎日飲んでるけど、今いきなりマンモス菌って単語出しましたけど、これリスナーの方ご存知なんですか。知ってるよ。凛太郎先生がヘビーユーザーだ。みんな知ってますよ。そうなんですね。あの古代の永久凍土からできた、うん、マンモス菌、うん、飲んでますよ僕も。でもそういうなんか薬を飲んで自分は若返るんだっていう気もそこに入ってくるじゃないですか。そうなんだよね、うん、だからまあやっぱり、ね、そういう思い込みってすごい大事だと思う、うんうん、思い込みの力ってすごいですよ本当に。ちょっと一回締めようか。あ、そうですね。また妖怪の話もちょっとしてもらっていただきたいんで、はい、はい、この辺りにまず中締めということにしたいと思います。ですね、まあコメント待ってます。高評価もください。高評価が励みになります。コメントお願いします。あまりちょっとひどいコメントは削除いたします。それからですね、メールで体験談寄せてください。私も品物の残留思念が分かる、サイコメトラ能力ありますという人とかですね、私もねこう瞑想をやって若返りを図っていますとか、そういう女性とか男性とかいらっしゃればぜひお願いします。まあ、パワーストーンの話すごい面白かったですって人も連絡ください。 TOKUSHIMA5566 徳島5566 @yahoo.co.jp までお願いします。それからですね、3月の3日にですね、クローバー出版、また反応しちゃったクローバーがから、山口敏太郎の、ドリームハンドラー夢創造人という、ビジネス講座が始まりました。
あの激動の、出版界テレビ業界で生き抜いてきた山口敏太郎の生き残り戦術を、公開しております。合計6コマの講義をやっておりまして、ちょっと2万8000円とお高くなってますけども、おまけ1コマで7コマ、まあ、1事業あたり、まあ、4000円ぐらいなんですけども、ビジネス講座をやっております。山口敏太郎のドリームハンドラー、どうしても今までいろんな講座を受けても引き寄せの法則をうまく使えないという方、山口敏太郎はですね、引き寄せの法則を使っています。まあ、使っているからこそ20年以上も作家として活動できているということが証明になると思います。この、ドリームハンドラー、ぜひ、ね、山口敏太郎の夢創造人ドリームハンドラーと検索していただければ出てくると思いますので、皆さんぜひお申し込みください。ね、例えば、まあ、プロの作家として、プロの芸人としてタレントとして活動したいなとか、個人事業主として、ね、独立して会社から脱サラしたいなというあなた、ぜひ、受講をお願いします。それからですね、まあいろいろな活動をしております。あの、広島県の山口県のライブは中止になりましたが、まあ、随時頑張っていきますので、秋ぐらいまでちょっと待っていただければどうにか再開の目処が立つかもしれません。あの、申し訳ありませんが少々お待ちください。スピリチュアル舞台アベンジャーズの個人鑑定会も随時開いております。アーリンさんは20人の定員のところ40人来てしまって、返事もアーリンさんが一件一件返せる最中ですが手に負えないぐらい忙しくなってます。柴原さんはですね、まだ7コマしか埋まってないので、ね、柴原さんのヒーリングマッサージを受けたいという方、ぜひよろしくお願いします。ヒーリングマッサージどうだったの？いや、もう最高ですよ。結構楽にならない？いや、楽になったし、その後はなんかもう自撮りしてみたら、顔まつり全然違うんですよね、なんか。やっぱそうなんだ。うん。むくみがなくなる。すごいむくみなくなって、びっくりしちゃった。いや、俺もね、朝起きて爽やかな気分だった。昨日やってもらったから、うんうんうん、肩と首のこり、うんうん、肩こりから頭痛になってたんだけど、うん、それが治ったね。うん、だからやっぱり時々やってもらうのがいいな。そうですね、なんか写真写り ですごいもう、うわ、こんな違うなって思ったんで、なんか手が定期的に、手が熱いよね、あの人ね。熱いです。うん、なんだろうな、すげえ気持ちいい。まず謎だよね、うん、あとね、あの、揺らす方法をやるんですよ、あの人。あ、そうか。で、あの、うん、これなんか最近なんか言われてるんですけど、背骨揺らしっていうのが流行っていて、うん、人の体って揺らすと正常な位置に戻るっていう、うん、なんかあるんですよね。マッサージしながら揺らしてる？ちょっとそうなんですよ。あの、僕が受けた時はめちゃくちゃこう小刻みにすごい気持ちよく揺らしてくれてて、ああ、寝かかってたんじゃないの？いや、そこまでは言ってなかったです。で、うん、まあなかなかね、うん、うまい人なんで、ぜひ皆さんね、そうですね、体験してくださいということです。お耳の恋人、お耳の親友、ワンコのトータン、ガラスの中年、佐川の友人、そして通勤数学、スリーピング、瞑想、ヒプノ、夜勤、ウォーキングのお供、家事のお供でもありますアトラスラジオでした。それでは次回のアトラスラジオにて再びお会いしましょう。本日の講釈、これにて一件落着、作家の山口敏太郎でした。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。オカルトはエンターテインメントだ。知的なエンターテインメントこそがオカルティズムだ。アトラスラジオはオカルトストロングスタイルを追求します。